ったかな。やっほーこんばんは。本日10月26日の曜日担当する田村真由です。やっほー、こんばんは、こんばんは。お、みんな見に来てくれてるね。やっほーいや、今のとこやっほーしか言ってない。こんにちは。結構前回からそんな空いてないよね、私やってるの。こんばんは。お、ということで、なんと早速もう前回メンバーからの宿題やっちゃう。あ、みんな何してたか聞く、みんな今日前まで聞いてたやつじゃあ待って、一回じゃあみんな何してた今日、それだけ教えて。何してましたか。バッチリメイクじゃん、何してたんって。何も、実は今日何もしてないんです。この農業日だけのためにメイクしましたよ普段はねメイクさんとかいるけど、もう自メイクなんで。ドラフト会議、なんか今日ドラフト会議なんてあったの。ごめん、私何もテレビ見てないからか分かんない何のドラフト会議。ごめん、本当あの世の中の情報についていけてないんだあ、仕事してご飯食べてるって、お疲れ様。肩破れてない、破れてないよ何見てるのえ、破れてないです。あ、プロ野球のドラフト会議があるんだ。へえ、そっかそっか。じゃああれじゃん、もう乃木坂の野球大好きなメンバーは今あれじゃない、もうテレビにこんな感じで見てんじゃない へえ、そっかそっか。みんなでもお仕事終わってご飯食べてんだね。ということで、じゃあ早速なんですけど、前回のねユナからの宿題、じゃじゃん。アーニャのモノマネしてほしい、久しぶりにデートしよう。かわいいデートしようだって。したい。全然ね、ユナとねめちゃめちゃ普段楽屋とかで喋るんだけど、意外とプライベートとかで会ったことないのかな、あんまないんだよね。うん、だから今度じゃあユナとデートするわ、ちょっと今度。ということで、アーニャのモノマネ、私アーニャのモノマネってさあれなんだけど、ミーグリとかでしかでしかイントネーションどうした、ミーグリとかでしかさやってないかも今。じゃあ、ちょっとできるかな私に。ちょっと一回水分補給していい？はい。はい。じゃあ、水分補給もできたところで。できるかな？久しぶり。あ、いきまーす。カメラ位置低くないだって。じゃあちょっと、あ、ごめん、私の指紋取られちゃう。はい。アーニャピーナッツが好き。なんか下手になったかな。アーニャ。うん。どうですか。手相恥ずかしい、見られた。やだ。よかった、指じゃなくて指紋取られるとこだった。あら、似てる。アーニャ。父って言いにくいよね。お父さんのことさ、みんななんて呼んでんのあんま興味ないそれ私は下の名前で呼ぶか、お父さんって呼びますなに、父ちゃん、父ちゃんって呼んでんの、なんかいいね、父上本当か、絶対嘘だろダディ、まあ、本当だったらめっちゃおしゃれだね。ダディ、ダディか。へえ、そう、下の名前で呼んだりするよ私。なんとか、まあ、でもふざけてたけどね、その下の名前で呼ぶときは。パピー、あ、パピーもふざけて言うかもね、私も
おとん仙台 親父、あ、でも男性とかは親父っていう人多いのかね。え、こんなにもうお父さんトークいらない でもまあ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 終わったということで、アーニャのもの久しぶり、あ、久しぶりになんかこういう配信とかでやったかも。ありがとうございました。ということで、じゃあ次、乃木帯選手権に行きたいと思います。今週の競技はパンプキンタワーということで、もうすぐハロウィンということで、こちらのじゃじゃじゃん、まあ、見えないよね、じゃん、ここにかぼちゃがいるんですけど、こちらのかぼちゃの置物をどれだけたくさん積み上げられるかを競います。制限時間は30秒ということで、その中で最もたくさん積み上げられたメンバーがご褒美ゲットということらしいです。でね、今のところ1位がじゃん、前回のユナ6つ積み上げたみたい。できるかな。でも私こういうさ得意じゃん、今までの傾向的にどう思う。ちょっとね、みんななんか徐々に1個ずつ上がってるってこと、私今日7個積み上げなきゃちょっと空気読めないとかなる。これこっから出してやっていくのか。あ、もう出しちゃっていいんですか。あ、じゃあ一応じゃあ7個1、2、3、4、あ、いっちゃった、4、5、6、7、あ、じゃあちょっと念玉8個置いときたいと思います。ということで、よいしょよいしょ、はい準備ができたということで、え、ちょっとしっかりとやっていきたいと思います。7個いけるかな。え、じゃあちょっと自分を鼓舞する意味で9個目置いとこじゃあいきます、よーいスタート。あ、意外と不安定かも。あ、待って、やばいかも。え、嘘でしょ。え、難しいね。終わった。みんな見えてないから分かんないでしょ、何が起きたか終わりました。最後何個積まげたんだろう。私 6個ぐらい積まげてましたよね。積み、うわ、じゃ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 、2個です。ちょっとなんか私こういうの得意だからとか言ってさ9個出してたのよ全然使わんかったわ2個、どういうことうわー、やめとけよかった最後。そしたらユナと同率だったのに終わった。ということで、じゃあ書きますねマジか、こんなこともあるんだね。だからさ、これで勝てるかもって思ったらやめる方がいいかも、みんな明日の人しかいないけども。じゃあ2つ、あー最悪、はい、じゃん2つです。まあね、こういう週があってもいいよねっていうことで、また違うさ競技で1位になればいいからそう、引き際をね大切にしてこ、みんなはい、ということで、まあ、残念ながら私は絶対1位を取れないっていうことを確定しましたけども、まあまあまあいいんじゃないでしょうかはい、でここからはもうフリートークということなので、え、もうさ、え、最初にさちょっと自分のさプライベートの話していい、1回だけ。あの、私さ今日さ、全然あの面白い話とかじゃないんだけど、普通にあのスターバックスに行ってきたんですね。で、あの今日お昼あったかかったよね、結構あったかくて、あ、じゃあ私今日あれ飲もうと思ったんです。あの期間限定のさやつあるじゃないですか、
あれ飲もうって思ったんだけど、今日さ、ここ来るまでにさ、なんか超寒くて、なんか夕方ごろさ一気に冷え込んでさ、なんか結局あったかい飲み物買ったっていうだけの話なんだけど超どうでもいいよね超どうでもいいんだけどさ、別に今言わなくてもいいだろうって感じだよねでもただあの結局さ、外でさ、ここに来るまでに一滴も飲まなかったの、そのあったかい飲み物を。で結局室内なわけじゃん、室内だからさ、別冷たいの飲んだっていいわけなのよ。え、じゃあ買えばよかったなってちょっと後悔したっていうだけの話をただ本当それだけなんだけどもう超どうでもいい話、超どうでもいい話なんだけど、そう、なんかいつも私あの温かい飲み物好きだからあのそう、あのアールグレイティーラテ超好きなんです私。今日もそれ買っちゃって、いやでもなんか別にフラペチーノ買えばよかったなって思っただけの、それだけの話をこのフリートークの一番最初に持ってきてみましたさもすごい話を始めそうな雰囲気でって書かれてた確かに超どうでもいい話だったよね今自分でもさ喋りながら超どうでもいいなって思ってたわあー面白い。はい、ということで、そう、ここにもね今ねあるんですけど10月25日水曜日に乃木坂46斉藤飛鳥さんの卒業コンサートブルーレイ &DVD が発売ということで、じゃん、ここにあります。じゃん、向き合ってるかな、こうか、こうか皆さんどうです、あ、買った、お、買ったって、みんなさすができる人たちだ、みんなどっちもいいね。写真がさ違うんですよ、ちゃんとね、どっちのアスカさんもお美しい。でじゃんね、いろんな曲やったね、そういえばね。私はさよならステイウィズミーとかか、私が一緒にユニットとかやらせてもらったのは。わー懐かしい、なんかこうやってさ、なんか瀬戸り見てるとさ、なんか思い出すよね。私結構昔のっていうか、ライブとかやるとね、その例えばリハの映像とか、まあ、本番の映像とか送ってくれるねファイルみたいのが送られてくるんですけど、なんかそれを見返すのめちゃめちゃ好きでそう、なんかあ、この時のライブこういう曲やったなとか、あ、リハこんな感じだったなとか、なんかそういうのをすごい思い返すの好きで、つい最近もアスカさんのと、あといつだったかな、いつだったっけな、なんかめちゃめちゃ私もう残しておくんですね、そのファイルとかも。だからそう、容量すごそう、確かにでもそう、そういうの見返して、あ、なんかこの時ああいうことあったなとか思い返すのめちゃめちゃ好きで、なんか瀬戸りとか見てるとね、あ、この曲の時こういうことあったなとか、なんか懐かしい気持ちになる。え、みんななんかないの、そういうの、思い出残す派の人いる思い出残す派の人、私結構消せないんだよね、そういうの。なんでだろうね、なんか別にさね、そのリハの映像とか振り入れの動画とかって、まあ、ライブがあるごとにさ、その送ってくれたりとかするんだけど、でもその時のリハの映像とかでその時しかないから、もったいないなって思っちゃって消せないんだよね思い出は輝かせる派だって、なんかかっこいいこと言ってるけどどういうことどう、みんな、お、うわ、今なんかやばい、これ言わないでおこ、でもペンギン抱えてください、この流れで今そんな話してたっけペンギンでもね、ちょうどここにいるんだよ、じゃん、ペンギンなんだなんだ、ジャージのまゆたんみたい、ジャージのまゆたんみたい、なんでどうして、ジャージの私そんな基調とかじゃなくない、乃木中とかで
ね、結構ジャージとか着てますけど、え、あのジャージじゃなくてってこと？あ、リハの時のレッスン着ってこと？そういうことか。でも私レッスン着めちゃめちゃそんなジャージって感じのレッスン着じゃないからさ。リハだね、多分ね。部屋着が見たい。部屋着？やだ。普通だよ、普通。ね、なんてこともありまして、そして、あ、そう、この間、ついこの間リアルミーグリもありましたね。ほんとなんかさ、もう全然会ってなかったじゃないですか。まあなんかちょっと2回目リアルミーグリは2回目だけど、そのリアルミーグリが始まるまで全然みんなと会ってなかったから、やっぱりなんか今会ってもさ、なんか、あ、みんな、あ、意外と身長高いんだなとか、なんかそれぞれなんか特徴がさ、みんなやっぱり見えぐりだと座ってるから、そうそうそう、なんか、ああ、こんな感じなんだってなんかこっちも思うよね。私多分なんかって口癖なんだけど、どうしよう。今気づいた。なんかってめっちゃ言うね、私ね。そう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 、みんなね、でも嬉しいね、やっぱり会えると。みんなもその瞬間をさ、一生懸命こういろんなこと伝えてくれようとするから、私もうん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 ってなる。なになに、田村なんか眉。どういうこと。ね、まあ見ぐりは見ぐりでね、やっぱりいろんなさ、こういけないよとか時間がなくてとかさ、仕事の休憩時間でとか来てくれる方もいるから、まあ、どっちもね、いいところあるなとは思いますけども。え、なになに、みーきゅんに触られた。みーきゅん、みーきゅんはね、触られた、まあ、あれだよね、ライブとかは触られるよね。でも普段プライベートで、あー、でも触ってくるのかな、2人で喋ってる時とかはあるかもしれない、かもしれない。ね、でもあの子は本当に可愛いよ。本当に大真面目に本当に可愛い。あんなにね、なんか目がもうピュアなんです。なんか何、あ、またなんかって言ってる。やだ、ちょっとほら言って。言ってたら、あの、なんだろう。ダメダメダメ、意識しちゃうかも。いろんなさ、ちょっとなんて言うんですか、変態じみたじゃないけど、触りたいとかさ言ってくるじゃん。でも目はめちゃめちゃピュアなんです、あの子。ああ、そう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 。心から多分思って言ってるんだろうなって感じで言ってくるから可愛いです。そう、そんなこともありますね。そして、そう、アンダラもね、見に行ったんですよ、私。まあ、ついこの間のね、あの生ドルでもちょっとお話ししたけど、見に行ってすっごいかっこよかった。花道がさあるアンダラっていうのもさ、いいなって思いましたね。やっぱりファンのみんなとさ、こう距離が近いじゃん、ああいう花道とかだと。みんなのあのやりたいことみたいな、2つずつさ、みんな出してさ、めっちゃカミカミだったけど今。出してさ、なんかそれを実現させるライブってめっちゃいいなって思いました。ああいうのやりたい、私もね。え、ゆかり近くていいよね。ほら、ゆかりいいよね、本当に。ファンのみんなとさ、もうすごい、もう目の前。もう目線一緒じゃないですか。だからすごいいいなって思う。まあ、緊張するけどね、それはそれで。なんか歌ってる時にさ、あれ目合うじゃん。ち
となんかお互いに恥ずかしいよね。ネイルしてる？してないよ。何もしてない。ちょっと昔、ちょっと昔はしてたけど、私なんか爪が弱いのか、まあ、みんなそうなんだろうけど削るんですね、ネイルするとき。ちょっと表面を、それでこうライト当てるともうめっちゃ痛くてなんか熱くて痛くて、ちょっと私は無理かもってなってやめちゃった。でもまたいつかやりたいっていう気持ちはありますよ。あ、れいちゃんのプロデュースのやつめっちゃ面白かった可愛いし面白いし感動したし、あのミュージカルみたいなやつだよね。すごい良かったです。私あれで何が良かったって、れいちゃんも良かったし、あのなおなおのちょっとイケメンぶる感じがなんかすごい可愛くて、なんかみたいな仕草めっちゃやってたじゃん。みんな覚えてるかな、この首をちょっとなんかこうやってやるちょっとキザな感じ、あれめっちゃ好きだった身長も高いからさ、スタイルも良くて面白いね、イケメンぶってた。でもなんか普段からあれなんでしょ、イケメンな振る舞いをするっていう話は聞いたけど、普段のね車道側を歩いてあげるとか荷物持ってくれるみたいなやつ、なんか初期言ってたよね。イケメンキャラで通ってるそうなんだよかったよね。でもなんかみんなすごい個性があって見てて全然飽きないライブだった。イケメン枠なんだ私もイケメン、田村もイケメンやで。だって私イケメンなところあるから。でも私本当にあれなんですよ、生踊りの時も言ったけど、本当はちょっとかっこいい感じになりたかったの。なんかショートカットで、なんて言うんだろう、林瑠奈みたいなさ感じのイケメンな感じになりたかったんだけど、ちょっと無理だったかもね。女の子にキャーキャー言われるような女子になりたかった声がだって確かにちょっと声ねだから私本当にちょっとハスキーな声な女の子とか、イケメンな女の子、もうめっちゃ見ちゃう。その街とかで見かけても個性があって可愛いよ。だって低い声出る？前も出したけど出なかったじゃん覚えてるのよ。イケボで喋ってみて、無茶ぶりすんなしなんだろう、まあ、これがまあ通常ね、これ通常の声です。低音ボイスでしょ、うんうん、できるかな。あこれが低くなってるこんにちは田村真由です違くないああ田村真由です。なんか怒ってるみたい。嘘、あ、やばい、ほら次回メンバーの宿題出さないと。こんな声の話してる場合じゃないんだよじゃあこれはペン、これでいいんですかね。すごいめっちゃドアップだったね今ねごめんということで、まあ、前回じゃない、次回のメンバー発表したいと思います。じゃあ書いちゃうね先に。あ、ちょっと色が、ちょっと待って、色が出にくい。え、みんなこれでは分かんないか見えてなかったね。じゃあはい、次回の、まあ、明日のメンバーは
この方です。じゃん、山下さん。反転してる山下さんです。もう山さんはね、何でもやってくれますからもう何やってもらおうか。どうする、みんな、山さんに何してもらおうでも私、山下さんのこう配信とか、なんか、まあ、配信限らずだけど、結構靴下なんかいつも面白い靴下履いてるよね。みんな知りたくない？でも言わなくても見せてくれんのかなあざといぶりっ子で靴下見せてどう？みんな何がいい？もう何でもね、本当にね、山さんは笑ってくれるんですよ。本当に何でも。なんだろう、イケメンキャラで決めてる。あ、逆に？逆にイケメン？どうする？ほら、もう時間もね、なくなってきますから。私の好きなところとか、ほら、私、私利私欲のために生きてないんで私利私欲できてないんで、ちょっと自分のことはただなんか恥ずかしいだけだけど、こんなこと言ってるけどね、なんかね、ダジャレ、なんだろう、ツンデレキャラでモノマネ、ぶりっ子で靴下見せて、じゃあ採用するかじゃあ書きます。どういうことってなるかな。見せてください。はい、じゃん、ぶりっ子で靴下見せてくださいどういうことって感じ。何履いてくるかな、靴下ということで、じゃあ山さん、靴下楽しみにしてますということで、宿題も終わったということで、お、時間もなんかいい感じじゃない。まあまだちょっとだけあるから少しだけお話ししますけど、初のジャンルだって靴下、まあ、見せるの難しいかもしれないから、あの言っといて、あの靴下何か教えてくださいでもいいですよってね。スカートとか履いてたらね、見せれないから、みんなちゃんと言ってあげてくださいあ、スクショタイム出た出た。じゃあさっき一緒にいた、実はここにね、ハリネズミ、これハリネズミもいるんです。はい、行きます。よいしょはい私の友達と一緒に撮りました。じゃじゃじゃん、お、逆立ちしてくれるするかまあまあとりあえずということでね、今回の配信はそろそろ終わりのお時間になってしまいました。皆さんありがとうございました。また次会う日まで元気に、あの健康に風邪ひかないように過ごしてください。あ、お仕事頑張ってね、みんな、学校も頑張って、もういろんなこと頑張ってということで、皆さんさようなら、バイバイ。